こんにちは。こんにちは。もう慣れてきた。慣れてきた。よしよしよし。はい、今日は。今日は、はい、野球で命運を握る審判に関して。まあ命運は握らないけどね。でもなんか、まあまあ、まあな、一球のストライクボールでな、もう局面がガラッと変わったりとかね。まあアウトセーフは今あのリクエストがあるからね、はい、覆ったりとかする時あるけども、審判って応募して日本プロ野球機構がね、はい、まあ面接をして、はい、まあ筆記もあるのかな、まあそういうので審判適性があるかどうかの見極めて学校に入れるんだよ、はい、養成学校みたいな、だまあアメリカにもあったりとかするんだけど、はい、まあアメリカに留学する人もいるし、はい、まあそうやって審判の資格を取り、まずファームからスタートをし、その実力が認められて、まあ経験値もあると思うんだけど、で一軍に上がってくるというね、うんうんうん、まあそういう流れで審判になるんだけど、まあ審判も人の子でさ、いろいろあったよ、はい、俺が2割9分9厘の時にさ、辰川さんに言われてたんだよ、お前このあの一輪が500万とか違ってくるけえのやっぱ3割と2割9分9厘じゃ違うわけ。いや確か響き違いますね。そうでしょ。で、まあ頑張ってたわけね。で、ある試合の時に俺完全に内野安打だったの、うんうんうん、ね、はい、そしたらアウトにされたんだよ。2割9分9厘の時、はいはいはい、これ一生恨むかもわかんないからねっつって、今の完全にセーフでしょ。いや、リクエストあったらもう絶対セーフのタイミングだったんだよ。ファーストか、うん、の審判がアウトって。いやいや、俺さ、2割9分9厘と3割で違うからねって、俺一生恨むかもわからないからねって帰ったわけで、次の日そのファースト審判がアンパイアだったわけで、もう忘れるんですよね、北別府さんで、こう粘っててフルカウントで、はい、フルカウントからど真ん中に来たの、うわー、見逃したの、手が出なかったの、はい、やっぱフォアボールも欲しいな、打ちたいな、もうそんなこと考えてど真ん中見逃したんだよ。そしたらその審判ボール俺もびっくりしたし、辰川さんこけてたからね、あ、おい、なんでボールやねん言って、いや、ボールはボールだとか言って、だから行けとか言って助けてくれたよ。やっぱりちょっとね、いや、ちょっとね、いや、あったんだ、ミスだった、帰って見たんでしょうね、スローとかで、うん、見てるよ、だったなって、バーロってそういうのもある、お返しみたいな。そうですか、これでちょっとね、許してねっていう。そうそうそう、それっていい、まあ、いいっていうか、こう、優しい、まあ、人間味があるよねで、あれだよ、こうやって構えて、ボールって言ってバックスクリーン見るとさ、うん、ストライクの表示になってるの。え、はいはい、あれと思って、うん、今ボールって言ったよねって言ったら、豊かごめん手が上がったってボールって言いながらこうやって手が上がったって言うんだよ。体は正直、いや、ちょっと待ってくれって、だってボールって言ったじゃん、うん、いや、でもお客さんは俺の右手見てるからさって。それで、だからストライクだ、ごめんごめんとか言って、そしたら次ちょっと際どいとこだったけど、ボールって言ってくれた。今ストライクでもよかったのって言ったら、うん、まあなとか言って、え、その会話がプレー中に行われてるんですか。いやいや、やってる。まあ例えばゆかが審判だとする、はい、こうパッと見逃してボールって言うだろ、でもそれ、あれ、ストライクついてるけど違うんじゃないのって言ったら、うんうんうん、いやいや、ちょっと手上がっちゃったんだよって思うのが、いや、ごめんごめんじゃないよとか言って、勘弁してよ、分かるんで、ちょっと、あの、合わすからいや、昔はね、昔は、今はそんなことは多分ないと思うけど、阪神戦の時なんかさ、26回戦昔ねやってたんだけど、同じチームと26回戦でやって、阪神の打線も、うちも、うちはスーパーカトリオでさ、ぐちゃ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 走るし、向こうはなんかこうバンバン打ってくるし、試合時間が4時間超えたんだよ、平均がだよ、はい、甲子園でさ、もうまた長い試合だなと思って、ファースト審判にもうちょっと長すぎますねって、で試合が一方的に阪神がリードしてたんだよ、だからもういいんじゃないですか、アウトでって、少々もう臭いのがあって、うん、そしたらあのファーストベースコーチが大学の先輩の榊原さんっていう人、はいはい、だから、もうあれでいいで言うて、なんかわっしょいわっしょい言ってんな、なんかお祭り、お祭り、いや、それで長いなっていう話して、先輩もう長すぎますよって、
だからもう審判にもう勝者アウトええんちゃうか言うて言ったの、はい、そしたらもう分かった分かったとか言って、で真弓さんが首位打者争いしてたんだよ、はい、その時ね、はいはい、でショートに深い位置で俺ファーストベースにこうカバー行くじゃん、はい、ああ完全にセーフやと思ってダーンとって言うわけ、おさ真弓さんがおおそらないわとか言ったら、うん、で柏原さんっていう大学の先輩も、はいはい、それはないでって言ったら、うん、お前が言ったやないかお前早く悪い言うて言って、うん、何言ったかとか言われて、まあそうっすねとか言って、まあ先輩だからさ、まあそういうなんかね味があった、うわそうですね、うん、で屋敷なんかあの平子さんっていうね、はい、もう本当に有名な審判の方がいて、屋敷がアマチュアの時から平子さんっていうのはなんか頭にあったみたいで、うん、初めて打席に平子さんが審判の時に入る時に、ああの有名な平子さんですかとか言ったんだって、うん、そしたら平子さんがその後屋敷に対してはなぜか甘かったらしいよ、うん、やっぱね嬉しかった、ね、嬉しかったんだろうな、やっぱり、うん、だから人の子だからさ、だからそういう意味ではやっぱこうおだてるというかね、そういうこともやっぱ大事だよね、ちょっと審判を味方につけるようなっていうか、うん、可愛がってもらえるような、そうそうそう、俺が300盗塁した時なんかさ、はい、もうあと1個だったからジャイアンツ戦でセカンド審判に今日お願いしますねって、多分走る機会があったら絶対走るんでって、うんうんうん、で300通りかかってんで、はい、ちょっとお願いしますねって言ったら、うん、よし任しとけ言うて、走ったん、あーたーって言うわけよいやいやボールを完全に落としてんだよ、際どくもない、うん、はいはい、際どくもない、ボールを落としてんだからセーフじゃない、なんでバーンとスライディングして、おーボール落としてんじゃん、うん、いやいやーどうだとか言って、いや見えてないんだ落としてんの、ほらコーチが一塁コーチはさ、ファーストコーチャーが来て、いやいや落としてるからって、うん、一塁三塁の審判も来て、うん、いやこれ落としてましたよ、で俺花束も来てんのにちょっと待ってくれとか言って、もう受け取れないんだよ気持ちよく、そうですよね、意見も割れてるし、うん、ちょっと待ってくれとか言ってほんでセーフとか言われて、花束何の嬉しくもなんともないよ、こんな声上げることもできなかったよありがとうとか言ってすぐ渡して、だから頼むっつったじゃんって言ったの、ごめんごめん、見えてないんだもんお前ボールみたいな、あいつもごまかしやがるし、うわでも今では面白いね話があったよね、そうですね、たまにこう見てても何しゃべったんだろう今っていうシーンありますもん、いや俺退場になったのがさ2回あって、1回はその喧嘩のもみくちゃになって、まあ、喧嘩両成敗ということで、まあ、退場になったんだけど、もう一つはハーフスイングで三振取られたの、おでもここら辺に来たのボールが、はい、だからこうやって避けたんだ、あだそれをスイングに取られたんだ、あお前ちょっと待って、お前こんなとこスイングするみたいな、避けるでしょって、うん、これスイング取ったら野球並んでって言ったら、いやスイングですって言って、お前下手くそやなって言ったら太陽と、でそいつが太陽の出身で俺の寮生活やってる時の隣の部屋だった、で俺が門限破りをして帰ってきた時に、おい開けてくれって言ったんだ、で開けてくれたんだ、うん、そしたら寮長にそいつ端から端まで殴られたんだ俺は無傷なんだけどそいつは殴られたんだ、その恨みがあったのかなと思って何ですかそのつながり、ちょっと過去のね、過去のそういう過去、多分恨みがあったんだと思う、お前が門限破って開けてくれって言うばっかりに俺は端から端まで殴られたわみたいな多分ね、まあ、そういうので多分下手くそって言ったのカチンときたんじゃないの、でもその時さ夏場で疲れてたんだよ、うん、で千葉マリンの試合でさ1回から5回ぐらいまでずっとマッサージしてくれてて、お前も疲れてるやろって退場になってたから、優しいじゃない、それが仕事だから、トレーナーは、あそうかそうか、だから俺退場だからも試合に出れないし、あのベンチにもいちゃいけないからすんげえ楽できた逆に感謝したな休養が取れた休養が取れた、まあいろいろ審判のお話でした、はい。